プジョー104フェラーリモデューロフィアット1 3十九ペ、ランチアベータモンテカルロ1982年、ロールスロイスカーマルグピニンファリーナフェラーリモデューロ、パオロマルティンは、イタリア取りの出身のカーデザイナーである。スタジオテクニコミケロッティ、カロッツエリアベルトーネ、ピニンファリーナ、デッドマソ、ギアでのキャリアで広く知られているほか、フェラーリリノベルリネッタコンペティチオーネ、フェラーリモデューロのコンセプト、 フィアット130クーペ、ロールスロイスカマルグなども手掛けた。1943年生まれ、1961年にジョバンニ・ミケロッティのスタジオにモデラーとして入社。一時ベルトーネに在籍した後、1967年にはピニファリーナに移籍し、24歳でカロッツェリアのデザイン部門を率いることとなった。1973年から1976年までは、 ゲトマソグループの元グッズやベネリ等のオートバイのデザインに携わった。1976年以降はフリーとなり、活動範囲をオフィスや住宅、ボートなどの工業デザインに広げている。現在も自身のスタジオを経営し、そのホームページによると自動車メーカーではフィアット、日産自動車、BMW スバルがクライアントであるとしている。マーティンの仕事にはオートバイとボートのデザインのほか。 スタッツ、ブガッティ、フェラーリ、プジョー、アルファロメオ、トライアンフの自動車プロジェクトがある。1976年以来、彼はトリノを拠点とする独立した設計コンサルタント会社を率いており、クライアントにはフィアット、日産、BMW、スバル、ピアジオ、モトグッズ、ジレラ、フェレッティクラフト、タバコ、マグナムマリン、ダスソーなど。 その後クロアチアのザグレブで開催されたオート2011ディスインコンフランスに参加したシグマ F1 カーフェラーリ512モデューロフィアット130クーペロールスロイスカマルグ自動車デザイナーとしての主要作品はピニファリーナ在籍時代に集中しているがその後もプロトタイプの発表などの活動は行っている彼のコンセプトデザインの仕事は次の通りですありがとうございます